おかしいものであるのにこれ微妙にごまかしてるんですよ。 まず日韓関係についてあの伺います、えー、旧朝鮮半島出身労働者に関しまして尹政権が努力をして前政権の負の遺産を責めようとして努力は認めてますけどもただ日本国民の中にはまだまだその実効性を含め疑問を持っている方も多いと思いますそこで何点か外務大臣に確認したいと思います、えー、日本側は韓国政府の案を関係改善の観点から評価するとしておりますそもそも日本企業が被告となり賠償を求められること自体が完全かつ最終的に解決したする、えー、日韓政 請求権協定違反であり、観光側の訴える相手は、 日本企業でではなななく韓国政府でなければなりませんよって、韓国の既存の団体が日本企業の肩代わりをする案自体が、協定上、本来おかしいものであるのに、それを前向きに評価するとなると、日本利矛盾を起こすのではないかという疑問も湧きますけれども、えー、それについて外務大臣の所見を伺います今お話がありましたように、1965年のです、ね、日韓請求権協定、これを締約国である韓国が遵守するというのが当然であります。その上で2018年に韓国大法 法院が同協定に明らかに反する判決を出したわけですがこれについて当時のムンジェイン政権が不作為を続けてきたわけでございますこれに対してユンソンによる政権は懸案を解決し未来志向で日韓関係を発展させていくとの考えの下で韓国国内で対応について検討を行ってきたと理解をしておりますこうした経緯で今般の韓国政府の発表に至りその中でパクチン長官が韓国政府は1965年の韓日国交正常化以降、まあ、構築されて きた両国間の緊密な友好・協力関係を土台として、今後、韓日関係を未来志向でさらに高いレベルに発展させていこうとの意思を有しているというふうに述べているところでございます。日本政府としては、日本企業は被告となること自体は、これは協定違反というふうに認めていますけれども、今回のユン政権の努力、関係改善の観点から評価をしているということに過ぎないと、ただ、今回の,の韓国側の発表案が慰安婦合意の二の前にならないか、また世論に押されてゴールポストを動か してしまうんではないかと気を持っている日本人も多いと思います今回の尹政権の案が不可逆的なものであるという説明を受けているのかそれは少なくとも尹政権時代に不可逆的にならないよう何らかの担保を日本政府は取っているんでしょうかこの韓国政府は今後国内のプロセスを行いつつ原告の理解を得るべく最大限努力するとしております今後措置の実施とともに日韓の政治経済文化等の分野における交流がま力強く拡大をしていくことを期待しておりまして韓国側とそうした観点 から引き続きよく意思疎通をしてまいりたいと考えております私が聞いているのは今回の案が不可逆的にならないための何らかの担保を尹政権に対して取っているのかという観点です韓国政府は原告の理解を得るべく最大限努力するとしてまさに働きかけを行っているところでありそうした状況を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えておりますそれでは伺いますけれども今の尹政権は65年の日韓請求権協定これはどのように あの評価をしどのような立場を取っているかお聞かせください先ほどご答弁したことの繰り返しになる部分がございますがこの我々として1965年の日韓請求権協定これを締約国である韓国が順位するのは当然であると考えておりますこれにこの2018年に 韓国の大法院が同協定に明らかに反する判決を出したわけですが、これについて当時のムン・ジェイン政権が不作為を続けてきたわけでございます。で、これに対して、えー、ユン・ソンによる政権が懸案を解決し、未来志向で日韓関係を発展させていくとの考えの下で、韓国国内で対応について検討を行ってきたと理解しております。でこのののような経緯でで今回の発表に至りましてその中でパクチン長官が 韓国政府は、1965年の韓日国交正常化以降、構築されてきた両国間の緊密な友好協力関係を土台として、今後、韓日関係を未来志向でさらに高いレベルに発展させていこうという主張をしている、こう述べておるところでございますちょっと曖昧で分からないんですけれども、ということはユン政権は、65年の日韓選挙権協定で、この労働者の問題については、完全かつ最終的に解決したという立場ということでよろしいですか。あの先ほどあの林大臣からもおご説明あり、ま けれども、えー、ちょっと繰り返しになりますが、えー、1965年の日韓請求権協定、えー、これを締約国である韓国が遵守するのは当然でありますので、これについては韓国側もです、ね、韓国政府もです、ね、当然、そういう立場で、えーえー、をあの維持しているという具合に考えております。こここが実はのの問題の肝で これが不可逆的にならないためには、の日本と同じように、この問題は完全かつ最終的に確認したと、解決したと、いう政権が立場を取っているかどうかが肝なんです<っ>であれば、今回、日本側は、この、えー、歴代内閣の歴史認識を全体として引き継ぐというふうに、今回、明言してます。であれば、韓国側に対しても、同じように65年の正規運協定、これを遵守、えー、する、引き継ぐというふうな文言を、 取るべきだと思いますけれども、なぜこれ取らないのか、これがないから、また慰安婦合意のように、またひっくり返されてしまうんではないかと恐れがあると思うんですよ。なぜこのユン政権が65年協定を守るというのであれば、日本側は歴史認識を受け継ぐといったように、今回の韓国発表の方に65年協定を順守すると。 というものがあれば、少なくともユ政権の時は不快逆にはならないとなりますけれども、これをまだ入れてないということであれば、これから入れるよう、何らかの形で発表するよう。 これ、求めるのは日本政府として筋ではないですか、えー、これもあの先ほど来、ちょっと繰り返しになって恐縮ではございますけれども、韓国政府はですね今後、今国内のプロセスを行いつつ、原告の理解を得るべく、最大限努力するとしております。そういった観点から、ですね我が国としましても、韓国側と引き続きよく意思疎通をしていきたい、こういう立場でございますだからやっぱり日本国民は不安になるんですよ。今まで GSOM や、あるいはこの慰安婦合意も、やっぱちゃぶ台返しされたわけですよ。 政権が変わったらその可能性はあるにしても、少なくともユン政権のそれがないためには、しっかりもうそこまで言うんであれば、韓国側の発表文の方にこれ、書いてないんですよ、そこはやっぱりしっかり明記をするということが大臣、これは大臣レベルで、これ、担保を取るべきだと思いますけれども、いかがでしょうかこの隣国であるがゆえに、さまざまな懸案や課題があるこの日韓間でございますが、えー、まさに今お話になったように、ですね1965年の国交正常化以来、 築いてきた友好協力関係の基盤に基づいて。さらに韓国側と緊密に協力していきつつですね。今お話になったようなこと。懸案、さまざまな懸案もまだあるわけでございますが。我が国の立場に基づき、適切に対応してまいりたいと思っております。これ微妙にごまかしてるんですよ。その基盤に基づきっていうのと。守るってことは全然違いますから。だから。前回の違反の違反合意も、あのような形で、もうひっくり返されてしまった。でまた。政権が変わると、やっぱりいろんなことが起きます。大統領が捕まったこともあれば、もう今回は。 まさに国家の安保室長と情報委員長とそして前の国防大臣も捕まっちゃってるんですなので少なくともこの世論でこうひっくり返されないような担保これはやるのは外務省の責任だと思いますそこがないとなかなか国民からすると非常に曖昧なままでまた進むとまた同じ歴史の繰り返しとな,なってしまうと思います国会中継のまとめ動画を投稿していますぜひチャンネル登録をお願いいたします